キム・シジョン、詩集、地平線、自助、自分だけの朝をお前は欲してはならない。蹴るところがあれば曇るところがあるものだ。崩れ去らぬ地球の回転をこそお前は信じていればいい。日はお前の足元から昇っている。それが大きな弧を描いて、その裏腹のお前の足元から没してゆくのだ。行きつけないところに地平があるのではない。お前の立っているその地点が地平だ。まさに地平だ。遠く影を伸ばして傾いた夕日にはさよならを言わねばならない。真新しい夜が待っている。夜を恋願う者の歌。暗くなった海の上、雲の一箇所が赤く燃えている。地平の下から来る光があんなところに到達している。小野十三郎、夜の雲より。白妙、くすんだ仏壇の写真は汗たのに、塗りの剥げた額縁に10年も収まっている息子なのに、悔やみきれない老いた母が、諦めきれないやつれた妻が、10万億度の読み字に安かれとお灯明をあげる。白い飯を襟分けてはひもじい思いの魂に、満ちてあれとお物販を添える。思い満たない日々の仕草よ。幾万と知れないこの地の母が、妻が、老いた父が、天と鳴らす鐘の音。新しい年のしじまをついて、てんてんてんと伝わってくる。ああ、意識ない朝の食材よ。基地日本の柵をへめぐり、虚しく消え去る嘆いた日々の慟哭よ。昇天しきれぬ介護の続きが、耳をそば立てて聞き入っている。新聞記事より。花のパリーの天国で、5人の子持ちの母親がガス管くわえて死んだとさ。お金がなくてひもじくて、書き置き残して死んだとさ。私の分だけ余計に食べられるよ。死んで拉致が開いたかな。子らは残って肥えたかな。ラオスで死んだ夫とは、あの世でうまく会えたろうか。
遠く離れたフランスのたった一人の死がなんだい。新聞記事を返したら日本国が住み着いてたよ。君、この世の隔たりを信じられるかね。富士。私はこの花の一つ一つに見覚えがある。ツツジ、レンゲ、ノギク、スミレ。心に故郷を持っているものなら誰でも知っている花の名だ。朝鮮の山野で一番打ちひしがれたのはこの花だった。中国大地の山あいで一番踏みにじられたのもこの花だった。ことごとく焼き尽くされた広島の丘にひそけくよみがえったのもこの花だ。元巣の宝座より望むなだらかな丘陵に今ブルドーザーが鉄の爪を押し立てている。黒々とキャタピラを食い込ませてこの無限軌道は私の視界の果てまでも続いている。もし富士が貫通を許すならその弾道の向こう側は朝鮮だろう。しかし富士は動かない。自分の中腹に砲弾を抱え込んだまま富士は微動だにしない。晴れ渡った五月の空の下で押しひしがれた野生の花が一つ一つブルブル身を震わせながら起き直るのが私には見える。規律の異邦人。君らに表情はない。君らに感傷はない。君らに血はない。君らにもちろん涙などない。君らは動く。ただ動く。機械のような強引さでただやり通す。その正確さ、その忠実さ、そのいでたちの似つかしさ、その思惑の味気なさ。君の目は俺と同じ色。俺の周囲の君の同胞たちと全く同じ黒い色。その目を君は怒らせている。その目を君は曇らせている。農村での君が、長屋育ちの君が、わびしい漁村の磯の匂いを知っている君が、むくんだその手をねじ上げたんだ。炎天下に座り通しのその痩せた腰を蹴上げたんだ。高くない背骨を、赤くない髪の毛を、長くない向こう爪を。かきむしったよ。振り回したよ。追い散らしたよ。第三ゲートから砂川町を引き上げる君らに言葉なぞない。日本なぞない。
白く塗り替えた米軍トラックの天蓋の中で、ただ小刻みに息をついているだけだ。洗いたての肌着にねっとり汗をにじませて、余分なものを拭えるはずのない君らが黙って塩っぱい汗を拭いている。黙って制服と規律の間を走っている。汗たちぶさ電車に乗る、街を歩く、映画を見る、はちきれんばかりの女性に会い、モンローウォークのヒップに寄され、伸びきった足の八頭身に心が躍る。私は若い、あの足にぬかずき腰にすがって、あのちぶさを飲んでみたいと思う。よそ者で育てる人が多い日本だけに、あの胸の膨らみをはたいてみたいと思う。本当に中身の詰まったものであるか、それとも空のブラジャーだけか、私はこの手で確かめたいと思う。装いよく街をかっ歩し、子供は檻で玩具にあやされ、それでいてなおエンゼル家の罪だけなんだろう。働き者の父が欲しいな。ふくよかな母のちぶさが欲しいな。それにやりつける私の育ちの日々が欲しいな。エンゼルカとは森永粉乳家を指します。夜よ早来い。ひまわりが病気だ。夜よ早来い。炎の申し子が熱にうなされたんだ。千万人の願いが彼の首を曲げちゃった。ガクンと垂れたうなじに太陽が照りつく。夜よ早来い。昼だけを信じてた者に武装の夜を知らしてやるんだ。ひやっこい焼き底知れぬ闇の深さ。ひまわりよひまわりよ、太陽への追従をやめよ。真実、君が太陽の使徒ならたるんだ昼に見切りをつけろ。夜を信じ、明日を信じ、夜明けの曙光に君の神戸を持ち直せ。夜よ早う来い早う来い。人が馬が花が汗だくだ。サンフランシスコ単独講和条約を前にして。太郎、隣の犬がクソを漁っている。後足の骨を尖らせて、まるでよそのものでも盗み食いしているような怯え方だ。追い払うにはあまりにも惨めすぎるし、と言って眺めいるのもちと臭すぎる。俺がこいつを見初めて
6ヶ月、百日一応のガタガタの打鍵にはほとほと感じたものだ。こいつの名前が太郎。皮肉にも人間の名前を行使してやがる。飢えても逆らうことの知らないやつの慣れの果てがこいつだ。おい太郎、遠慮せずに食え。そのすきっぱらの腹渡が詰まるほど食らえ。ただ柄にもなく太りすぎて、お前の親父のその貪欲な棍棒にだけはしてやられるな。日に一度の肉切れも与えないくせに、やつはもうお前の体の煮炊き料理を考えてたぞ。お前を見つめていると、この俺までが変にクソに埋まってゆく感じだ。痩せぎすの首をひん伸ばし、そげた股に尻尾を巻き込んで、きょとんとした視線を一口ごとにこっちへ投げる。もうよしてくれ。ふんだんのクソにまで怯えねばならぬお前のそのガリガリの人生を、本当の犬に俺は食わしてやりたい。南の島、知られざる死に。肌が黒いので斑点も目立ちはしなかったろう。髪が縮れているので抜け毛も気には留めなかったろう。臓腑の胃液までを吐き尽くし、ただれた犬のように死んだとしても、これら太陽の子は人間の罪として咎めはしなかったろう。樹木の他の遠い島々の名もない人たち、誰がこの人たちの放射能を測ってやるのだ。誰がこの人たちの嘆きを聞いてやるのだ。代償のないモルモットよ、限られた世界の中で祈りをあげるな。太古前たるその弔いに打ち上げられた魚の白さが目にしみる。ああ、狭い地球の最中で、あいくよ、誰すよ。ビキニ島はあまりにも東洋に近く、あまりにもアメリカに遠い。処分法。土手の上からご葬儀を見ていた。白昼公然の虐殺をこの目ははっきり見届けていた。立ち入り禁止の立て札に、犬の子一匹近寄れない、こんな世界がいつの間にか大阪の一角に救ってしまった。瓦礫の詰まった埋め立て地を掘り掘り、二千数百貫もの大量を柴谷処分場は処分したそうだが、
うずめ尽くしたのが魚族だけだとは私はどうしても信じられない。マグロが等身大なのも驚かされたが、一つの穴にぶち込まれたまま瓦礫で押しつぶされるのには目を見張った。私は以前にもこのような弔いを知っている。焼けた死体は確か黒焦げだったのに、時代は生のまま殺し去っていった。知識。正常な人の臓器なら肝臓が 1200g で、その艶やかな色はこんにゃくほどの硬さを持つという。腹水は普通2リットルを上回り、脾臓は 90g 内外が正常に近く、心臓は自己の拳代のよし。尿がたまれば 300cc は優に貯められ、あばらが透けて見える人ですら 30cc の胸水は六膜あたりに蓄えることができ、意識の限界を知りたいのなら 143g までの脳の重さは大丈夫だとのこと。物に疎い無知の私が、見なければ収まらぬ久保山さんの内臓器官に3分の1にも満たない萎縮しきった肝臓を満たし、倍以上もむくみ上がった心臓が白血球の統制に破れて死んだという左右両心室の扉の黄色さも満たし、同じく黄色にむくんだ肺部門のクルップ性肺炎の病巣までを発見し、血管をはみ出た血の汁が尿の詰まった膀胱にまで流れ込んだのを見届けはしたが、これで本当に私は納得がいったと言えるだろうか。死んだ人をこうも切り刻んで私が知りたかったのは何であったか。知ることの難しさが骨の髄までを暴き出し、26も元素がございましたとビキニの肺にわび入っていいか。ガリレオの目玉を抜こうとしたのは昔の話だが、一握りの肺を知るために30万に続く一人の男を細切れにしてなお足りなかったのだ。母妃。久保山さんの母妃名は岩に掘りましょう。ずっと昔のその昔からこの地に生え抜いた岩にしましょう。大理石では冷たすぎるし、花崗岩では綺麗すぎるし、さりとて木ではおぼつかないし、やはり焼津の波しぶく磯辺の岩に掘りつけましょう。いつも尽きない語らいが母妃の渇きを潤すように、しぶきを高く打ち上げて汚れたこの世をいかれるように、潮の流れを清めさせましょう。決して初めての死ではなかったと、広島長崎に続く一人であったと、死ぬ間際のその際までも原水爆禁止を叫んでおられた人であったと、
ABCC の手を煩わさずに、同族に見守られて死んで行けた人であったと、世界の友らに告げてあげましょう。いついつまでも刻んでおきましょう。ABCC とは、広島原爆傷害調査委員会のこと。確かにそういう目がある。朝方、締め切った部屋でアースを巻いた。道を断たれた蚊がもつれざわめき、冷たいガラスの肌に死に絶える様を、私は心ゆくまで眺めていた。面白いまでに死んでゆくのだ。断末魔の羽飼いを長くくねらせて、ブーンと一回り息絶えてゆくのだ。知らんだ窓に噴霧器を向け、小人の国のガリバーのように、私は私の部屋を踏まえていたのだが、蚊が落ちてゆくほどに、世界を区切りじっと見つめているもう一つの目を、私自身背中に食い入らせたまま、小さな箱の中で釘付けにされていた。遠い日、いつの日のことだったか、私がセミの命の短さに驚いたのは、ひと夏のつもりでいたのが三日命と知らされて、木の根っこのセミの抜け殻を葬って歩いたことがある。遠い以前のその前の日のことだ。それからどれくらいの事実が経ったろう。暑い盛りにセミが声を張り上げて鳴いている様を、私は心して聞くようになっていた。限られたこの世に声すら立てない者のいることが気がかりでならなかった。私はまだやっと26年を生き抜いたばかりだ。その私がオシゼミの怒りを知るまでに100年もかかったような気がする。これから先何年が経てば、私はこの気持ちを皆に知らせることができるだろう。オシという言葉は差別表現ですが、そのまま朗読しました。待望生活。古新聞をちり紙代わりにしか使えないほど不経済な私だ。包んであげるにも肝心の中身を持っていない私には、もっぱら便所行きである。パサパサしたやつを手のひらで丸めて、まず針を抜く。それをやおら開き直しつ、2行3行読み直すうちに用が足せる。それがたまたま吉田茂氏の待望生活論に出くわしたのだ。なんぞもってたまるべき。外またより舞地文字、上へ吹き上げた余粉の中で、死は相変わらず矢に下がった葉巻をくわえたまま、極めて渋い顔だった。死よ許せ。その気持ちは誰よりもこの私がよくわかる。期待。サングラスをしまい直して、彼は彫像となった。ようやくにして
的が決まったらしい。息づりの人も腰をこごめる。私は異様な期待に息を呑んだ。落ちるだろうか。静かな昼下がりの目もあやな墓毛、銃眼にちらつく小鳥の焦点が見物だ。パチ。彼は反射的に生唾を吐き、真新しい空気銃を二つによって小鳥の行方を確かめる。ヒトラは押しそうに指で獲物を追い、私はぞろぞろ彼らについていった。ただついて行けない心だけが片隅でせいせい声立てて笑うのだ。ざまあみやがれ。週朝の隙間を縫って雨がどうと来た。こらえきれなかった噴満がイラカを流し窓ガラスに跳ね、備えのない敷居にしみて寝ぼけた朝の静けさを制する。この変動の中をどれほどの防具をつけてきたのか。すすけた窓ガラスを通し、ツバメのごとく横っ飛びに飛んだ白線の学生帽。新聞はかすかに耳が濡れているだけだ。国防軍18万増強の重みを小脇に抱えて、君は死のつく朝雨のこの朝方をとごとにこれを入れてきたのだね。手にした新聞のなんとこの温かい君のぬくもりが、今私の手のひらから脳天へと染み入ることか。裏止まる不要。人間ってそれほど他愛ないものだったろうか。たった10年余りの年月で月並みに成仏してやがる。50メートルそこらの海底でアンコウヒラメと仲良しになり、閉じきれなかった目玉を海蛇に食わしてまで、そんじょそこらのエビ類までを留守になった頭蓋骨に住まわせるのだ。一人ぐらいまともな亡霊はいないか。堆積した泥を払いのけ、やっとこさ引き上げた船蔵の奥であぐらをかき、ぼろけたシャツの胸をはたきながらにたーっと笑っているような。背跡に息がかかり、感染建造の案がなった頃、もしや人置きのどれかにそんなやつが二人か三人いるかもしれない。セアト、SEATO、東南アジア条約機構。子供と月。暮れなずんだ日が落ちて、夕げも終わり、風鈴が新しい夜風を伝える頃、路地路地の鼓台には浴衣着のくつろいだ夜話がほころびる。談笑まじりに見上げた花火に話がもつれ、爆破で飛んだ腕や肉片の血生臭さも、いつしか階段に衣替えするたわいなさ。夏の夜の
夢は大きく、アイクの衛星発射から宇宙旅行のロケットまで、孫の知識に寸分の狂いも疑いもない。祖母は大げさに目を見張り、そやんことあるもんけ、原子力言うたら爆弾じゃ。8000メートルの上空を海を渡った飛行機にだけ結びついている巡礼の日々。父は黙って勇敢に読みふけり、金婚館と鳴り渡る身を尽くしの鐘に家路をまさぐる。花火だけでも家が飛んだのに、オネスト・ジョンが日本に来て、原子砲が沖縄に来たとか。子供に言われて仰いでみたら、なんと月の大きく近いこと。生きるってこと。この大根の存命力が人間の生き方に暗示を与えているそうな。不死身のその体は胴切りにされて中身をくり抜かれても、一生実践の水道の水のその何滴かにあやかっている限り、生きるってことをやめないんだそうな。おまけに逆さに吊るされて、くの字なりに目を上へ吹き上げている様は、大変な教えを悟らせられるんだとよ。生きるってことは難しいんだね。日陰でしなびて生気を抜かれても、生きるってことは尊いらしいんだね。今限り生き延びているというこの葉っぱ、黄色いじゃないか。旺盛な生命力が教訓のための生贄にされているなんて、とんでもない哲学だと思うな。少なくとも僕の生き方は修正ではないよ。斉藤金作の死に。8月16日の夜遅く、斉藤金作様はただ一人鉄路に沿って帰宅する途中、外国の兵隊が鉄道工事をしているところを見た。その中に日本人がおり、家までついてきてこのことを口外するなと言われた。翌朝列車の脱線を知り、ハッと思った。4、5日後、軍政府へ出頭せよと通知が来たため、恐ろしさに横浜へ逃げ出したが、横浜のドブ川で死体となってしまった。新日本文学11月号特集、松川事件より。真夏のドブはぬるかった。ブクブクにあぶいてお前の口を詰めていた。目と言わず、鼻と言わず、耳と言わず、お前の生けるすべてが泥に埋まって死んでいた。見てはいけないものを見、知ってはいけないことを知った。お前の目が、口が、この底知れぬ日本の深淵にはまって、汚陀仏だ。水洗いされたバールの指紋同様、斎藤の魂も、この日本の泥の底へに沈殿しているのだ。浮かばれぬ日本の夜よ。8月16日の星は照っていたか、降っていたか。斎藤が見たという線路甲府の花は高かったか、低かったか。口止めされた斎藤の口が、軍政府からの呼び出し状に恐れわなないた、その色を言え、その声を言え。斎藤よ、黙して語らぬ金作よ、私は地の果てにお前を呼ぼう。お前の目の泥を覗けば、
8月16日の星の光が出るかもしれない。お前の口の泥をさらえば、その夜の甲府の背の高い人たちの名が出るかもしれない。お前の息を止め、お前の目と口と耳と鼻とに泥を詰めた黒い手こそ、20名の若い命を陥れている松川事件の真犯人だ。ここは中流群の地、日本。至るところ深淵が覗いている暗黒の地だ。横浜のドブ川は黒く、物言わぬ斎藤の死を秘めて、百節、千節、暗い、暗い日本の裏を通っている。悪夢。泣いているはずの目が砂をこぼしてた。僕はいたたまれずに叫びをあげたが、地球は空気を抜かれていて声にはならなかった。黄色い太陽の中で僕はミイラにされたのだ。地獄は冷たく、親ですらこの僕を忘れてた。あまりの悲しさに僕は目を覚ましたが、妙に白々しい部屋の中だった。古い暦だけが垂れ下がり、いくら剥いでも昨日だ。今日が欲しい。窓を開けた途端に猛烈な風が飛び込み、あるもの一切をがらんどうにして、ひか深くガラスの破片を突き立てていった。痛い。これが本当なら、この傷は永遠に今日を記憶するだろう。夢の夢から覚めた目にも、やはり剥がれた暦はいたのだ。灰兵のモスソのあのひらめきが、この果てどない悪夢の中で鳴っている。僕はゴーストップの赤を確かめつつ、車道を斜めに怒鳴るブザーの最中を突っ走った。梅雨の夜、無造作に投げ出された足、これが一番危険な代物だ。股の間の腫れぼったいものが心持ち口を開いて見える。仕事に破れ通しの痩せぎすの男、飛行機とタンクに苛まれて鏡込んだなり股のものを見入っている。雨は依然として止まない。修正、前儀も何もあったものではない。男がまたがる。女は寝たなりで足を開く。男だけが夢中だ。赤ん坊が泣いた。ありきたりのことに違いない。女はそんなりの姿勢で赤ん坊を引き寄せる。赤ん坊は何も知らない。殻のちぶさに騙されて声を潜めた。男は明日の天気の気遣いをささやく。女は目をこする。その手で男の首を抱きすくめた。どうしようもないに決まっている。激しくなった。雨が激しくなった。何のことはない。40色の電光が鈍い。明日もまた仕事は無理だろう。飛行機とタンク。蚊と南京虫のことを私たちはこう呼んでいる。目。若者は前を見つめ、豊島は目を落とし、老人はのけぞっている。
若者は乱視で頭を振る。豊島は近目でうなずく。老人は眼鏡をふきふき夢をむさぼる。この地に平眼がなくなった。視力の基準がインフレで跳ね上がったのだ。22度の平眼者、一尺地方の自分の世界によだれだらだら。120度の先見者、交差する紫外線に目が触れて狭窄病。世はまるで眼鏡軍備だ。US 製のサングラスは日本において売れ行きがいい。あなたも一ついかがです？いえ、僕は乱視で結構です。ここに一人まともな乱視鏡がいる。毛むくじゃらの白い手が5つも6つも重なって見えりゃ、少しばかりはおじけづこうというものだろう。乱視鏡とは差別表現ですが、そのまま読みました。開票。思いはこんなにも大きく、票数はこんなにも小さい。たった一枚の紙切れに100以上の思いを書くのだ。あふれる思いの人間も、こびしか知らぬ人間も、一票一票を投じ合ったのだ。こみくる怒りは果てないというのに、俺たちは腕をこまねいて考え込まねばならぬのだ。おい兄弟、意思表示の権利を持たぬ俺たち朝鮮人が日の投票をやり直そう。やがてのしかかるであろう重圧のためにも、俺たちは静かに静かに心の票を配り合おう。凝り固まった原子核のように、目に見えない怒りをはらんで君たちの票を包むとき、原爆のこの基地のこの海の彼方の繊細のこの熱い熱い息吹がはらむ。票数は少ない、議席も少ない。だがその一票一票には爆発間際の息がかかっている。小さく小さく、固く固く、凝り固まったその力、やがて閃光を発するぞ。第四教と共に鍵穴の番人どもをぶっ倒すぞ。その時にこそ一つの表に一言を書こう。生き延びる者。これらの意志に動かされて取り除ける手を休めた。絶え間なくトラックの行き交う道端にもつれ傷んだまま埃を浴びてた雑草たち。いつの間にしがみついたのだろう。乾ききっているものにこれだけの力があったとは不思議な話だ。ざっと読んで6種類はある。曲がったほやりや風に乗る傘、小さなトゲやりに細やかなトゲの玉など、どれもこれも受け身のものばかりなのだが、活動のための道具を備えて広がるためにくっついている。行楽の帰りの重い腰を電車にぬめり込ましたまま、私は常識の千里立てをやめることにした。たとえこれらが現今の社会とは無関係な繁殖であったにしても、私はこの意思を無視するだけの勇気がない。座り直して知らぬふりをして、私はただ落ちてゆくまで
ズボンの裾のこいつを運んでやろう。夢みたいなこと。僕がなんか言うと、じきに皆が笑ってかかる。夢みたいなことを言うなと。僕までもが、そうかなぁと思ってしまう。それでも僕は諦められないので、その夢みたいなものを本気で夢見ようとする。そんなことで、もう友らは冷やかしてもくれない。またかというようなもんだ。それでも夢を捨てかねて、僕は一人で持ちあぐんでいる。キャメラ。真実を映せ。ピントをぼかすな。我らの手を、足を、顔を映せ。血豆は取れたか。一筋のシワすら逃してはならない。フラッシュをたけ。旋回。打ち抜かれた空洞をえぐるんだ。どす黒い死人のうごめき、廃墟のかけら。チェン。これはインチキだ。血も肉も骨も泥も黒白だけで片付けてやがる。取り手よ。キャメラが古い。それにサイレントでは致し方あるまい。それで多くが商業映画に転じていったのだ。トーキーの確保、アグファカラーへの変革、色男が二枚目じゃことは始まらねえや。よし、キャメラをよこせ。俺が撮ってやる。カット。観光ホテルをズームレンズするのだ。よもや裏が貧民街だとは知りやしねえ。豪華車、ドライブの紳士淑女、大したもんだ。あれは二世じゃないんだぞ。モダントップの日本娘だ。顔、顔、顔、顔。しょげて腐る。あれは貴様の面じゃないか。うまいことやっているよ。あのビールバラを見ろ。まるで豚みたいに油切ってるぞ。生き量の行列。どいつもこいつも藁人形だ。何？一家心中だって。片付けた後じゃ足しか映りやしない。手を出せ、足を出せ。掴み取る手を、踏み出る足を。腹を見せろ。ペコンとへこんだ腹を見せろ。あばら骨の突き出たところを取るんだ。ついでに録音機を備え付けなくちゃ。ブルンブルン、ブルンブルン。あれはなんだ？飛行機だ。爆撃機の音だ。へえ、ここは日本だぜ。戦争を放棄したはずの日本なのに、なんでまた飛ばにゃならないんだ。よし、おい字幕の用意。これは侵略と行こう。さあ、お次はロングショットと行くか。おう、あの角でキリストの身振りよろしく立ち動いているのは、ありゃ誰寿司だな。霧は幾重にも四つ筋にのしかかり、ガラクタの電車は移り気な信号に悲鳴を上げている。交通巡査の茂るし、右手を上げた。ストップ。左は赤だ。動いてはいけない。ああ、ああ。とうとう荷車とキャディラックの衝突だ。あのロータリーを織りなすトラックは一体何を運んでいるんだろう。進みえぬ小さいダットさん。可愛い声で泣いてみたり怒ってみたり、堂々巡りで日が暮れる中小企業。いやはや、出任せのシグナルほど危なっかしいものはない。おっとっと、これはいけねえ。キャメラが回りすぎて舞台裏を撮っちゃった。そんな野暮なことはよそうよ。あれはどこまでも何とかの予備隊にしておこうや。あの日の丸の真ん中が赤いのは、あれは世紀の傷跡だ。800万の流血も、あれっぽちしか染めえなかったとはね。だけど気になるな。あの直立不動のじいさんは誰だい？これは失礼な。今おときめく足田仁将軍様を知らないか。いくら兵服を着ておられるとはいえ、大和民族8000万の自衛権を担って立つ御仁じゃ。これじゃどうも色気がなさすぎて、メロドラマになりやしない。クソ、チャンバラと言っちゃえ。カットバック。どうだ。朝鮮大衆の悪法反対だ。自分の祖国を勝手に変えさせ、行きたくもない国へ無理強いに送り込み、
強急的売国度どもの矢面に立たせようとするそんな奴腹どもに真っ向を切ってのデモ行進だ。ここで黙ってちゃ民主警察の名折れというものパンパン一発二発の一角発射じゃ効き目がないだろう。それ撃て撃て棍棒の嵐だ。キャメラよ回れ真実を映せ叫びは何だったか。焦点はいいな。プラカードは大写しにするんだ。強制送還絶対反対。日本の大衆よ、キャメラは回る。叫べない者は字幕を使え。恐れがあったら、悩みがあったら、思い思いのプラカードを胸に連れ。キャメラは撮るだろう。いかに古いとはいえ、字幕なら黒白写真でも結構いける。なんだって黙ってるんだ。この俺に気が置けないのか。よっぽど貴様らの方がこのキャメラよりもサイレントだ。天の声、フラッシュをたけ。黙ってるそこを撮るんだ。